うわー、むちゃくちゃ効いた。今回は下腹気になる人におすすめなあぐらを組んで万歳するだけの腹筋を紹介していきます。今回の腹筋はたったの20秒なんですけども、下腹にすごく効きやすいんです。腹筋をしても首が痛くなる、起き上がろうとすると腰が痛い、そういった方でも簡単にできるメニューになってます。下腹気になるよ、お腹引っ込めたいよ、そういった方は一緒にやってみましょう。そして今回の腹筋のメリットなんですけども、通常腹筋というと力を入れて戻るっていうことを繰り返すと思うんですが、今回止まっておくだけです。それだけで動く腹筋方法の3倍近く効くんです。なぜかというと、普通の腹筋は力を入れて抜いてってことを繰り返すと思います。実はこれ1回あたり3分の1ぐらいしか力が入っている時がないんです。起き上がりすぎると力が入ってない、起き上がる瞬間だけ力が入る、戻るときは力が抜けている。そうなると60回頑張っても結果的に20回ぐらいなんですね。今回止まっとく腹筋は20秒行うんですけども、ずーっとお腹に力が入ってますから、結果的に反復する腹筋運動の60回分の効果があります。止まっておくことによってアウターマッスルではなくインナーマッスルに効かすことができますから、お腹をへこませたいって方にはぴったりの腹筋方法になります。それでは一緒にやっていきましょう。お腹をへこませる腹筋方法のポイントとしては、息を細く長く吐いていきます。これができずに息を止めて腹筋をしてしまうと、アウターマッスルに効いてしまってお腹がへこみません。まずは息を長く吐く練習を20秒行ってから腹筋を入ります。お腹をどんどんへこませながら息を長く吐いてください。それではいきます、スタート。ふーんとずーっと長く吐いていきます。はい、吸って吐きます。ふー、どんどんお腹をへこませながら息を吐きます。なくなるまで息吸ったらダメです。よーし、 OK。 今の呼吸を意識してあぐら万歳腹筋をやってください。それでは寝ましょう。そしたらあぐらを組みます。下半身の動きとしては、上の足で下の足を押さえます。下の足は少し持ち上げます。ここで下腹がすごく力が入ると思います。この状態で手は万歳します。上体を少し起こして万歳して、足を少し上げておきます。この状態で20秒キープです。もし万歳すると辛い人は手は前に伸ばしてもいいです。スマホこうやって持っててもいいです。呼吸はさっきと一緒です。20秒いきましょう。いきます、スタート。できる方は手は万歳、しっかり上の足で押さえて息を長く吐きます。はい、 OK。 それでは反対足も同じようにいきます。上体を起こして万歳して、足を浮かせて、スタート。長く吐きます。頑張って、オーケー。すでに腹筋に効いてきてる。これは1セットではもったいないんです。3回やることによってしっかり奥まで効かすことができます。あと2セットです。いきましょう。首疲れてきたよって方はね、頭持っててもいいです。足を浮かせます。いきます、スタート。できる人は万歳、辛い人は手を前に、首疲れる人は持っててください。しっかり下の足で上の足持ち上げて、よし、あはは、2回目は効く。しゃあ気合い入れていきましょう。いきます、スタート。息を長く吐いて、頑張って。うわうお、腹筋の奥が痛い。よし、あと1セットで終わりです。頑張っていきましょう。
お腹へこませたい人、気合い入れていこう。いくぞ。よし、スタート。お腹どんどん引っ込めて。声が出ない。よし、ラスト、いきます。気合でいきましょう。スタート。うりゃー、腹部力出して持っていいよ。頑張れる人はね、こうやってみて、こうやってみて、すごいキックから。こうでもいいよ。うわっ、腹筋抜いて、おおお、腹筋抜いて。あいてー、効いた、むちゃくちゃ効いた。はあ、この腹筋はきつかった。ちょっとね、お腹しっかりこう使ったんで、少し伸ばしましょう。うつ伏せになってもらって、手をね、脇の下について、ちょっとこうやって上体が反らしてね、これで20秒キープしましょう。いきます、スタート。お腹ってね、縮めて腹筋してると、次の日ね、筋肉痛起きやすいんで、ちょっとね、一回伸ばすとこだけでもね、翌日楽になります。 OK、 よっしゃ、これでね、だいぶ翌日が楽になったと思います。お疲れ様でした。今回のね、あぐら万歳腹筋、すごい下腹にね、効いたと思います。やっぱり3回頑張った人はね、私みたいにうーってなってるんじゃないでしょうか。よかったらグッドボタンとコメントで教えてください。各種 SNS もやってますんで、説明欄から見てもらって、リンクのフォローをしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。